おはようございます。目の前に見えておりますのが出島です。ここは JR 長崎本線の長崎駅からちょっと歩いて、15分はかからないかそれぐらいのところ。昨日の夜遅くまでずっと旅を続けまして、もうクタクタでした。だからネットカフェの10時間パックでぐっすり休んでですね、もう、朝のつまり、9時半10時ぐらいになっているところですが、本日は青春18切符も使わず JR にも、まあ、おそらく全く乗らず1日長崎市内を見て回ることにしたいと思います。出島に入るお金がもったいないんで見るだけです。まあ、今までね1回2回ぐらい行ったことあるな。昨日の門司港の動画はね7万9000回再生してもらってましたんで、今日の予算は9900円。まあまともな生活できそうです。朝ごはんを食べてくるのを忘れまして、お腹がかなり減ってるんですが、まあこれは仕方ありません。3時間ほど我慢すれば大丈夫。飲み物は持っています。タイトルにもあります通り、今回の目的地は軍艦島です。有名ですよね、人気です。この間まで上陸ができないということだったんですが、最近ですね台風の被害からまた復旧しまして、再び1年ぶりぐらいかな上陸ができるようになりました。この船です。上陸ツアーということになるわけですが、かかる費用は合計で3900円。こういうね移動しない日みたいなことしかできませんよ。この3900円もかかるこういうものなんて。さて今回では非常に丁寧な解説を通してずっとお聞きすることができました。私もなるべく記憶するよう努力しましたが、間違えた説明をしてしまったら申し訳ありません。一応ご参考までにということでよろしくお願いします。さてこちらに見えておりますのは三菱重工業長崎造船所。このハンマーヘッドクレーンは今から100年以上前にスコットランドから輸入したもの、世界文化遺産で動くものはもうそれほどないそうです。そしてこちら海上自衛隊の船、整備中なのかな。僕のこちらは長崎造船所ですが、その事務所棟みたいなやつですけれど、ここが三菱重工業発祥の地、いや三菱の発祥の地の一つと言えるかもしれません。こちらもまた第三ドックが明治時代のもの、世界文化遺産に登録をされています。そしてまた長崎は隠れキリシタンの育んだキリスト教文化の町、マリア像がこんな岩の上に立っていますが、奥には神社もあります。神社とね、鳥居とそれからマリア像一緒に並んでるってなかなかすごい岩です。あんな適当でいいのかなと思います。さてこちら100トンドックとか言ったかな、100トン、そんな船を作れるんだったかな。相当大きな、100トンじゃないですよ、もっと多分もっと1000トンだったか忘れましたが、あれも世界最大級のドック。そしてまたこんなところ、いろいろと教会など、まあ、見どころがですねたくさんありますが、今度向こうに見えてまいりました、こちらは高島炭鉱。確か労働の問題の事件でね、高島炭鉱事件ってのありましたよね。あんまりよく覚えてませんが、こちらもまた大きな炭鉱が昔はあって、この地下から石炭を産出していた九州を代表する炭鉱。ここは確かね、平成になるまでずっと石炭を産出していた、九州で最後までやっていた炭鉱がこの辺だったと思うんですよね。で、目的地の軍艦島があれです。早速見えてきました。軍艦島と呼ばれる景色はこちら側ではないそうです。元々の軍艦島のエリアはもうほとんど見えなくなっていまして、コンクリートやボタなどを使って埋め立てをして巨大化を繰り返してきました。現在ここには全く人は住んでおらず完全な廃墟となっています。元々はこの下に炭鉱がありまして、端島炭鉱、そう、元々の名前は軍艦島ではなく端島なのですが、その炭鉱の町として栄えたのです。自治体としては元々長崎県高島町でしたが、現在では長崎市の中に組み込まれています。この景色については一つ一つまた後ほどじっくりご紹介することにします。もともとは上陸することは許されておりませんでした。そして勝手に上陸をする人がまあ多いということで、かなり問題にもなっていたそうですが、周りから漁船などをチャーターしてぐるっと見て回る、そういった楽しみ方が昔はあったようです。今ではこのように観光地化されています。さて上にあるこれですけど、三菱の炭鉱の一番偉い人たちが住んでいた集合住宅があれだそうです。こちらはね、確か学校だったかと思うんですよね。まあ、なかなか上陸することは今回できるんですけど、全部は見切れません。でこのぐらい、これ確か幼稚園だったと思います。遊ぶ場所がこの島にはほとんどないので、こんな風に滑り台がついています。またこちらは島をお守りする祠とされていまして、全然壊れていません。周りにはこんな風に何に使っていたのかわからない突き出たものがありますが、ここで取れた石炭をこの脇船に横付けして、そしてガバガバガバと積み出す時の桟橋の跡なんだそうです。ちなみにこの島は、確かこの島はねぐるっと回って20分で一周できる小さな島なんですが、そこに5000人が住んでいまして、その人口密度は東京都の9倍、世界一を誇っていたそうです。緑なき島という映画も作られ、実際に緑はなかったそうです。
ここにあるのはこの島の中で最後に建てられた、中学校か何かだったかな、高等学校だったかな、高校もあったのかな、その体育館。この島になかったものは、3つで、緑とそれからお墓と、あとなんだっけな、火葬場だったかな。それはお隣の、お隣の島にですね、お墓とかを作ってそこへ渡っていくんだそうです。こちらは病院ですね。外科医もあって手術室もありました。病院の先生もちゃんと揃っていました。なんたって5000人もあるから、デパートまでマンションの地下ですけれどもあったのです。なかなか特殊な環境ですが、ちゃんと物は揃っていて生活はかなり豊かだったようです。この X 階段と呼ばれる独特なデザインの階段、これもまたこの島の象徴的な光景。なんか進撃の巨人かなんかは知らない番組ですけど、それもね、やって、あそこを使ってなんかやったみたい。これはね、小中学校かな、小学校と中学校合同の建物、大きな分厚い建物で人数が多かったのがよくわかります。しかしこの島は本当に狭いので校庭なんていうものはありません。確かね、なかったはず。屋上に運動場があったのかな。でこれは実はテニスコートだそうですけども、そういうのもあるんですけど、神宮球場と当時ここだけナイター設備がある場所だったようです。それ以外日本にナイターというものがなかった時代、かなり進んでいました。実はここに建っている建物はもうほとんど戦前に建てられたコンクリートの建物で、このようにエレベーターがありません。まあ見てわかるかどうかわかんないですけどね。でエレベーターがないのでこんな上まで行くのは大変ですから、建物と建物を水平に移動できるように、例えばこの6階だったかな、小中学校の上のところとそれからマンションがそのまま橋を渡してつながっていまして、そして下に降りることなく学校の廊下にそのままアクセスできるようになっていたそうです。羨ましい環境と言えるのかなどうかな、少なくともお金はあったようです。この辺りは今度マンションスペース、アパートというのかな、昭和の戦前それから大正時代とかに建てられた非常に古い日本の初期の鉄筋コンクリート構造の建物が並びます。またこの辺は波打った形をしていますが、台風とか大波が来ると被りますんで、それをなるべく打ち消すようにとの形なんだそうです。これもまたこのように分かりますね。マンション同士を横に連絡して、エレベーターはないけれどその代わりなるべく水平の移動を街全体でしなくても済むようにとなるべく考えて設計をしたんだそうです。ちなみにこの辺りの地下に百貨店があったそうですよ。こんな風に穴が開いてるの分かりますかね。これは大波が来た時に波がこの防波堤を軽々と飛び越えていきますんで、島が水浸しにならないように設けられた排水溝だということです。周りにもそれほど高くない建物が並びます。まあ、この辺は大正の造りとかなんかそんな風な説明を聞いたような気がしますね。その横に角だけ向けてる建物がありますけど、こちらが日給叩きを大正7年に完成してます。この完成して101年迎える貴重な建物でございまして、日本で初めて屋上農園がされた建物なんですね。今言ってました、日本で初めて屋上農園が使われた。これ何なのかというと、子供たちが世間知らずにならないように植物とはこのように育つものだという知識をちゃんと子供たちに与えるため、島に導入をした少ない緑だということです。つまりそれほどこの島には植物がなく、そういった常識をあえて教えるということが必要な特殊な環境だったというわけです。この辺りには映画館、そしてお寺がありました。お寺のお地蔵さん、建物自体はもう倒壊してしまいましたが、このように当時と変わらず残っているようです。この辺りには上陸して見て回ることはできません。それからこちら横長のこの建物、下の方を見ると大きな穴が開いています。この穴は品の反対側からボタをベルトコンベヤーでこのマンションのここに通して、そして海の下に投棄するということをやっていたようです。ボタというのはもう皆さんもご存知かと思いますが、九州以外ではズリと言いまして、要するに炭鉱の中から出てきた、まああまり炭としては価値のない、クズ石、もう捨てるしかない石、そういったものです。こちらのこのアパートマンション、これが最も古い日本で最古の鉄筋コンクリート造りのもの、現在建てられてから103年目だと言います。そしてこちら、ここからの眺めが軍艦のように見える、軍艦の土佐だったかな、それに見えるということで軍艦島の呼び名がついたのです。それじゃあね、今から軍艦島に上陸した時のお話をしますよ。かなり面白い解説を聞かせていただきました。ただ摂氏が中心ですんでご了承ください。こちらがまず軍艦島に乗り込むためのドルフィン桟橋、観光用に後から作られたものです。なんとこの海の波の高さが5メートルを超えると接岸することができず、軍艦島の上陸も不可ということになっています。ちょっと信じられないことですが、まあ、それだけ接岸できる確率は低く、時期によっては上陸確率が3割ということになります。でもね、それでも上陸できなくてもとても面白いと思います。
でこれなんですが、あの軍艦島の埋め立て、もともと小さな岩だったんですけど、でそれを6倍の大きさにまで埋め立てていった時の素材です。その名前を忘れてしまいましたが、このオレンジ色のものがそう で通常のコンクリートなどで埋め立てをしていたら、きっともうすぐ腐食して、今のように軍艦島が後世に伝えられることはなかっただろう、そんな話を伺いましたね。だからやっぱこう昔の頑丈な作りだってのは、まあ本当ラッキーでしたよ。でこんな風に、ベンチっていうか、まあ台の上に立ってですね、昔の写真などを交えながらかなり質の高い解説を聞かせてもらえるんですが、さあ皆さんのおられるところ、ここは観光用に整備された平らなところ、昔はなかったんですが、どうやって軍艦島中に入っていたんでしょうか、みんなはどこを通っていたんでしょうか。答えはこの画像の中に出ています。私も聞いた時はびっくりしました。この下にですね、コンクリートのなんかこう平らなところがありますけど、その下がトンネルになっていて遮蔽空間なんですね。そのトンネルの中をずっと歩いて島の中央の部分まで地下道で進んでいたということです。確かにね、こう軍艦島にこう入ると最初トンネルの入り口みたいなのがあるんですよ。それも写真撮ってくればよかったんですけどね。僕の方でなんか防波堤みたいなのが倒れてますが、やっぱり天候によっても影響しませんので、ね、あのトンネルの中の安全なんでしょうか。ただ実はこの軍艦島に渡るために、あの普通はね、あの 0.5 メートル以下だと接岸ができないとか言ってるわけですけど、じゃあの昔普通にここに住んでた人たちはどうしたのか、無理やりにでも縄ばしごを使ったりとかして船との乗り降りなどをしていたそうです。そういう写真もね見せてもらいました。びっくりですよ、もう命がけで島に上陸してたみたい。でその遮蔽空間、トンネルの目的地は、この島で一番古いというか、日本で一番古い鉄筋コンクリート造りのマンション、その前に出ます。これはさっきご説明しましたね、あの波の排水のところですけど、これがまたあの内側からもこのように見られます。防波堤を波が越えてきますと、ここから簡単に排水をしてくれるわけです。そしてこちら、これ見応えがあります。この裏にですね、大きな櫓があって、エレベーターの巻き取り機も昔はありました。でこの裏に穴があって、もう今はコンクリートで塞がれちゃってるんですけども、あのこの中側が、石炭の取っていた坑道というわけです。三菱がここの鉱山を管理していましたが、もう最後やめるときに火災防止のために海水を注水しているようです。でこのエレベーターの乗り場なんですが、この地下1000メートルのところで操業していたようですけど、そこまで行くエレベーターのスピードが毎秒9メートル、地下1000メートルまでわずか90秒で行ってしまいます。恐ろしい速さです。これはもうほぼ自由落下に近かったようです。だから降りる時というよりも落ちるという感覚で、エレベーターに天空の城ラピュタみたいに、ね、壁とかそういうのもなかったので、もう本当気絶しながら下に落ちていった初心者の人なんかもいたとか、そんなことを聞きます。ちなみに降りるのはというか落ちるのは90秒で1000メートルまで到達しますが、登るのは600秒、10分かかったようです。また第二次大戦、太平洋戦争の時にはお隣の高島で電気を作っていて、その電気を軍艦島に送りエレベーターを巻き上げていたんですけども、高島が空襲を受けた時、このエレベーターが巻き上げられなくなるということがありました。その時地下1000メートルからみんなは一昼夜かけて、垂直なはしごをひたすら登ってきたのだと言います。幸いなことに一人の死者も出なかったようです。まず先にお伝えします。しかし過酷なことこの上なく、みんなの涙や汗、そして上の方の方がもう糞尿を垂れ流しということになりますから、それが下の方の方に降ってきて、本当に地獄のような環境、その中を垂直に1000メートル落ちたら死ぬというところを登ってきたようです。まあ、そうでもなければ助かりませんからね。しかし信じられないことです。ちなみにこの炭鉱の地下では朝鮮人の方が働かれていたという情報も残っています。これは本当のことです。そして韓国はその地下で強制労働をされていた人たちのことを考えると、そんな強制労働を使っていた場所を世界遺産に登録することはできない。そう、この、軍艦島自体も明治日本の産業遺産群として、世界文化遺産に登録をされているんですけれども、韓国政府はこれについて大反対ということになりました。しかし日本政府がここでこのような強制労働の歴史があったということをここに解説書きを残すのであれば構わない、そのように言って、それで合意に至って、まあ韓国政府も応援してくれるようになったんですが、現在日本政府はじゃあそれについて何か解説書きをしているかというと、実は特にしてないんですね。そのため韓国政府はその解説書きを書かないのであれば世界遺産から外せということを世界に向けて訴えたりもしているようです。ちなみにこのレンガ作りのものなどが、私なんか貯蔵庫だったかな、忘れちゃった、何も取るべきだった、これね世界遺産の一部、軍艦島全部が世界遺産というわけではありません。
で、実際にじゃあそういう強制労働、過酷な地下でのそういうのがあったのかっていうと、現地で働いていた日本人の元炭鉱マンによると、当時そんな地下1000メートルの危険なところでお互いに命を預け合った仕事をするわけだから、そんな適当な待遇で適当な人間を地下に、もうゾザンな扱いをして自分の身を危険にさらすことなんてできないということで、日本人のその炭鉱マンは少なくともそういうことはなかったと言ってるんだそうです。さてこちら、これはですね、貯水タンクです。ここには真水がありませんでしたので、なんと世界初のパイプラインを使ってですね、それで地下から世界初、世界最長の水道管を海底に通して、そして島の一番高い岩の上にこの水を送っていたようです。でこれなんですが、それでもやっぱ水は貴重なものなんで、例えば炭鉱マンが地下から上がってきたら、まず1回目、海水の風呂に1回入る、みんな真っ黒なすすを落とします。そしてもう1回海水の風呂に入って体を洗った後、最後は真水を、かけ湯のように貴重に使って、それで体を流す、島の水事情はこんな感じだったみたいです。これですけど、トンネルがありますが、反対側まで貫通しておりまして、その行き先は、さっき周りで、回っている時に海から見ましたね、穴の開いているマンション、その地下にベルトコンベヤーを通しまして、このエレベーターのところから、取り出したボタ、それをこの、ベルトコンベヤーを通じてマンションの下を通し、海の下に投棄するということをやっていたんだそうです。そうすると一晩中ずっと24時間3交代で操業してるわけで、うるさいですが、しかしそのうるささが無事に炭鉱が回っている、地下1000メートルのうちの主人も大丈夫という家族全体の安心につながっていたようです。全体の景色はこれが一番よく捉えているかな。この真ん中の部分、灯台が立っているあの岩の部分が元々の軍艦島の大きさだったようです。だから軍艦島自体は元々、灯台というのは立っておりませんで、不夜城のようにですね、一晩中電気がついて明るく眩しい島だったのでいらなかったんですが、人がいなくなってから建てられたものなんだそうです。こんな感じ、もう今では昔の雰囲気は、残っていないのかなと思いつつ、実は当時の、方がですね、軍艦島にいらして、そして懐かしむこともあるようです。ちなみにこの方は、私がですね、一緒にお会いした方で、フランスからおいでになったんですが、外国から来てね、日本語の解説すごい良質な解説されてんのに、この人聞けないのかわいそうだなと思ってね、 Do you understand Japanese explanation? って聞いたらば No ってことだったんで、よしこれは説明してあげようと思ってですね、私も腕によりをかけて全部英訳して説明しまして、非常に喜んでくれました。その内容は今回皆さんにお話しした以上の内容が正直含まれています。私も忘れちゃったことも結構ありますしね、だから私もお役に立ててよかったですし、この方も本当に喜んでくれたし、ここで解説の内容をしっかりと耳に入れないことほどもったいないことはないと思いますんで、皆さんにお伝えできることは、要するに、ここで言ったら、もう私の解説もそうですが、ツアーの方のですね、解説をよーく聞くようにしてください。そうすると楽しみが10倍に膨れ上がるでしょう。あと最後にこの方へ、Thank you for watching my video. Most of things I told you is included in this video, so you don't have to understand my video, Japanese video. Thank you. こんぐらいでいいかな。ありがとうございました。